やっぱりまだ眠れないな。彼女は今どうしてるかな。ん？誰か来たのか。さくら。なんだか会いたくなっちゃって。俺もだよ。俺もさくらに会いたいって思ってた。そうなんですか。私たち通じ合ってますね。それじゃあ、だから清十郎さん、もしよかったら今から付き合ってもらえませんか。行きたいところがあるんです。いいよ、行こうか。はい、ありがとうございます。この観覧車もう動いてたのか。そういえば乗ったことなかったな。私もです。なかなか機会がなくて。でも乗るなら今日かなって。だって今日は特別な日だから。確かにそうだな。じゃあ一緒に乗ろうか。あるせいか、かなり高いぞ。ええ、どこまでもデートの全部が見えます。これがデート、私たちの守る街。あ、清十郎さん、見てください。だんだんと街の明かりがついていきますよ。私、街の明かりってすごいと思うんです。あの明かりの下で人々が暮らしている。まるであの明かりが命そのものみたい。この光が消えないように俺たちの力で守っていかないとな。はい、この光を守る、それが私の誇りですから。さくら、なんて凛々しく綺麗なんだ。セリフ探すの。さくら。清十郎さん。いや、さくらがあんまり綺麗なものだから。ありがとうございます。嬉しいです。さくら、一つ聞いていいですか。え、ああ、いいけど。清十郎さんは私のことどう思ってくれてますか。どうって。さくらのことは一番大切だと思っている。一番、それって誰よりもってことですよね。ん、ああ、そういうことになるかな。そうだ、俺にとってさくらが一番大切な人だ。かけがえのない、絶対に守りたい人だ。私にとって清十郎さんは誰よりも。清十郎さん、私は清十郎さんのこと。え？
さくら、清十郎さん、俺は、うわ、ゴンドラ、もう下についちゃいますね。そうみたいだな。なんか、すみません。いや、別に謝らなくてもいいよ。それじゃあ、降りようか。はい。ちょっと残念だったかな。だけど、今はやっぱり、まだ眠れないな。彼女は今どうしてるかな。誰か来たのか。初穂、一体どうしたんだよ。いや、だから自分でもよくわかんねえけど、なんとなく神山に会いたくなってさ。俺も初穂に会いたいって思ってたよ。そうなのか。そっか、神山もそんな時があるんだな。なあ、よかったらさ、今から私に付き合わないか。実はさ、行ってみたいとこがあるんだ。いいよ、行こうか。ありがとな、神山。この観覧車、もう動いてたのか。そういえば乗ったことなかったな。一度乗ってみたかったんだけど、なかなか機会がなくてよ。でも乗るなら今日だな。だって今日は特別な日だぜ。確かにそうだな。じゃあ一緒に乗ろうか。屋上観覧車だけあってすごい眺めだ。あんなに遠くまで見える。どうしたんだよ、初穂。外を見ないのか。あのよ、神山、私なんか変なんだ。心臓がバクバクいってる。これも全然動かない。どうしちまったんだ。私今の初めてだ。いや、そんなこと言わずに見てみろよ。いい眺めだぞ。ほらほら。もしかして高いところが怖いのか。知らねえよ。どういうとこ初めてなんだよ。助けてくれ。初穂、俺だけを見つめていればいい。それなら怖くないだろう。そうだ、そのままいい子だ。もう死ぬ。私もう死ぬ。死んじまえ。ダメか。高いところにいるって分かってるからな。神山、助けてくれ。どうだ神山、まだ下につかねえのか。まだ登ってる最中だって。半分も来てないよ。そうか。なんだか床が透けて見える気分だぜ。しかし初穂にこんな弱点があるなんてな。か
わいいところもあるじゃないか。うるせえよ。私は全部かわいいんだよ。そうだな、ごめんごめん。やっぱダメだ。なんかまたすっげえ怖くなってきた。神山、こっちに来て、そばにいてくれねえか。わかったよ。これでいいか。ちょっと近すぎる気もするけど。いや、いい。それぐらいがいい。離れたらまた怖くなっちまう。せめて下に着くまでこのままでいてくれよ。ああ、分かったよ。ずっとそばにいる。神山、ありがとうな。やっぱりまだ眠れないな。彼女は今どうしてるかな。ん？誰か来たのか。アザミ、どうかしたのかい。ちょっと寂しかったから。アザミ、ねえ清十郎、よかったら今からお出かけしない？今から？いいよ、行こうか。やった、清十郎、ありがとう。この観覧車、もう動いてたのか。そういえば乗ったことなかったな。アザミも乗りたかったけど機会がなくて。でも乗るなら今日。だって今日は特別な日だから。確かにそうだな。じゃあ一緒に乗ろうか。確かに高い。いい眺めだ。最高の夜景だな。うん、帝都が丸見え。何から何まで全部見える。この景色を一人、いや二人占めか。贅沢だな。どうせならもっと贅沢する。あれ、どこに行った。アザミ、上って、もしかしてゴンドラの上か。よし、登ろう。アザミがいるんだ。迷ってられるか。早く聖十郎と一緒にこの風景を見たい。62条、秘密を知る者は生かしておけぬです。すごい。なんて光、なんて幻想的な眺めだ。本当に綺麗。アザミ、こんなの初めて。これが帝都の光。ねえ清十郎、どうしてこんなに綺麗なのかな。二人で見ているからかな。そうなの？きっとね。アザミが隣にいてくれると嬉しいから。だから
この光景も美しく見えるんだよ。アザミはどうだい？おやつで買収されるな、です。聖十郎が隣にいるとアザミも嬉しい。なんだか不思議、全部が綺麗に見えてくる気がする。俺もだよ。こうしてゴンドラの上からの景色を思いっきり楽しんだ俺たちは、その後めちゃめちゃ怒られた。やっぱりまだ眠れないな。彼女は今どうしてるかな。ん？誰か来たのか。神山さんに会いたくなって来ちゃいました。そうか、俺も会いたいって思ってた。神山さん、嬉しいです。クラリス、あの、もしよかったらもう一つだけ付き合ってもらえませんか。今日という日の思い出に行きたいところがあるんです。いいよ、行こうか。はい、ありがとうございます。これは観覧車か。前に来た時は準備中で乗れなかったんだよな。今日どうしてもこれに乗ってみたかったんです、神山さんと一緒に。どうして？だって今日は特別な日ですから。さあ乗りましょう。思ってたよりゆっくりなんですね。これより早いとさすがに怖い気がするよ。それにこれぐらいの方がゆっくり話せていい。そうですね。あの、神山さん、どうした？そのお願いが、もっと近くに来てもらえませんか？近くに？これくらいかい？近すぎます、神山さん。ごめん。ドキドキしすぎて心臓に悪いです。これぐらいでいいかな。それで一体何を？実はこの間見た活動写真でとても素敵なシーンがあったんです。それを二人でやってみたいなって。もちろん脚本の参考になるかなって思ったからですよ。あの時できなかった特別なデートを、続きを体験させてください。クロイス、わかった。俺にできることなら何でもするよ。あーん、クラリス、これは何なんだ？そんなに動いたらダメですよ、神山さん。チョコスティックが折れちゃいます。
端から二人で少しずつ食べるんです。顔を近づけながら。うん、少しずつ少しずつ冷静に慎重にだ。よし、もう少しで食べ終わるぞ。なんていうか、耐えられなくなってしまって。耐えられないって、ごめん、近づきすぎたかな。あ、違うんです。嫌だったわけじゃなくて、すっごくドキドキしちゃって、頭が熱くなって、このままじゃ心臓も破裂しちゃうって。そうか、実は俺もドキドキしてたんだ。でももう少しだけ近づいて欲しかったな。ん？クラリス？なんでもありません。やっぱりまだ眠れないな。彼女は今どうしてるかな。ん？誰か来たのか。アナスタシア、来てくれたのか。ええ、あなたに会いたいと思って俺も会いたいと思ってたそう、ありがとう。嬉しいわ。そうね、もしよかったらちょっと付き合ってもらえないかしら。キャプテンと行きたいところがあるのよ。いいよ、行こうかありがとう。この観覧車、もう動いてたのか。そういえば乗ったことなかったな。帝都での思い出に街の光を見ておきたいと思ったの。一緒に乗ってもらえるかしら。ああ、喜んで。観覧車が登っていく、この景色が広がる感じが好きなのよね。自分が見つけられなかった何かが見えるような気がするの。見つけられなかったもの、何か悩み事でもあるのか。いいえ、悩みなんてそんなものないわ。最後にこの景色を一緒に見たかっただけよ。私が愛したこの帝都をね。ねえキャプテン、もう少しこっちに来ない。この光を見ながら一人でいるのはちょっと寂しいわ。アナスタシア、これでいいかい？さすがキャプテンね、思い切りがいいわ。嫌じゃないかい？全然、とても素敵よ。アナスタシア、やっぱり何か隠してるんじゃないのか。なんていうか、とても寂しそうだ。寂しくて当然よ。私は明日で帝劇を離れるんだから。
それはそうなんだけど、何か、そう。ねえ、キャプテン、もし私が帝劇をやめなくても済んだら。危ない。アナスタシア、怪我はないか。ええ、助かったわ。ありがとう、キャプテン。よかった。ゴンドラが止まるなんて、何かあったのかな。アナスタシア、神様が私たちに時間をくれたのかも。ごめん、これはわざとじゃなくて。わかっているわ。でも、もう少しこのままで。アナスタシア、俺も同じ気持ちだよ。いつまでもこうしていたい。キャプテン、明日の別れが辛くなるだけなのにね。今だけは私だけを抱きしめていて。アナスタシア。